はい、名古屋ライダーズです。今日もいい天気です。3月も末、花見のシーズンになってます。ということで今日は満開の桜を見に行きたいと思ってます。三重の、名前はもちろん忘れてます。ここですね。はい、三重県木曽崎町入りました。ここをすぐ曲がります。はい、木曽崎町の桜です。おお、綺麗だね、満開。ここかな。はい、鍋田川の桜並木です。天気もいいし太陽が上がってきたら綺麗に見えますね。これだけ満開のここ鍋田川桜並木に来たのは初めてなような気がします。去年はね、満開じゃなかったような気がするんだよね。やっぱりバイクでね、この両脇に桜があってその間をバイクで走れるっていうのはいいですね。綺麗だ本当に。はい、鍋田川桜並木行ってきました。綺麗でした。満開でした。よかったね、ちょうどいい時期でしたよ。はい、それでは綺麗な桜を見てきました。三重県木曽崎町鍋田川桜並木でした。ほんと満開の桜は綺麗ですね。よかったです。あー、桜綺麗じゃないですか。南城の桜、福井県南城の桜です。福井県の鯖江市西山公園です。綺麗ですね。はい、ここから岐阜県に渡って根尾谷うすずみ桜に行こうと思います。夜のライトアップ6時からだったような気がするんで、あと2時間行けるかな。席200円になります。ライトアップって何時からやってるんですか。日没してからってなって。そう、もう先には時間決まってないんですか。決まってないのね。はい、ライトアップ。
はい、ライトアップしたネオダニのうつずみ桜見てきました。綺麗でしたね。初めてライトアップしたうつずみ桜は見ました。ライトアップする時間は何時とは決まってないらしくって、日没した頃を見計らってライトアップするようです。今日はね、多分6時半ちょっと過ぎだったかな。はい、今年は桜を十分堪能しました。鍋田川から始まってね、福井の桜も見ましたし、根尾の桜も見れました。良かったです。はい、それでは今日もこの動画をご覧いただきありがとうございました。私も綺麗な桜見たよって方はぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次回動画でお会いしましょう。じゃあねー。